はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、区分所有法の集会におけるルールについて5つポイントを解説いたします。これら全て重要なので、一つ一つ頭に入れていきましょう。まず1つ目、原則招集通知をした事項しか集会で決議することはできませんという内容なんですね。集会を行う場合、原則集会の開催日から1週間以上前に招集通知ってしなければいけないですよね。で、その招集通知の中に、例えばエレベーターを設置する、新しく新設することについて決議を取りますよみたいな感じで、決議する事項を事前に連絡するんですよ。で、その連絡した内容しか集会で決議することができませんよっていう話なんですね。つまり今言ったように、エレベーターを新しく新設しますよ、設置しますよっていう連絡をしておいて、実際の集会でエレベーターを新設する内容と、さらにプラスアルファで規約の変更についても一緒にまとめて今回決議しましょう、これはダメですよって話なんですね。この規約の変更とかっていうのは事前に連絡してない、ここで通知した内容以外の内容なので、そういったものについては決議できませんよっていうのが一つ目のポイントとなってきます。で、2つ目のポイント、占有部分が共有の場合です。つまりマンション一室の所有者が、例えば旦那様と奥さん2人の名義だった場合、この場合議決権を行使すべきものを1人定めなければならないんですね。つまりどちらが賛成票反対票を投じる権利を持つのかっていうのを決めなきゃいけない。例えば旦那さんの方が議決権の行使すべきものとして決めたというのであれば、この人に対して招集通知をすればいいんですね。まあ、これは集会におけるルールというよりも集会の招集通知の話なんですけども、まあ、これも合わせて覚えておくといいと思います。共有部分で2人所有者がいるって言った場合、2人ともが賛成票反対票を入れることができるかって言ったらそうじゃないですよ。どちらか1人定めてくださいね。もちろん共有者3人4人5人という場合もあります。そのような場合も議決権を行使できる人を1人定めてくださいねという話ですね。で、3つ目、賃借人、まあ、いわゆる占有者ですね、賃借人に議決権はありませんよっていう話です。あくまでも議決権を持っている人っていうのは区分所有者なんですね。で、賃借人、借主、占有者っていうのは議決権を行使することはできません。この人ができることで言うと、集会で意見を述べることはできるんですよ。つまりもっとこうした方がいいんじゃないですか、ああした方がいいんじゃないですかっていう意見を述べることはできるけれども、実際に区分所有者と同じように議決権を行使するっていうことはできないよ。つまりこの賃借人は賛成票反対票を自らの権利で入れることはできませんよ、票を入れることはできませんよっていう話です。で、4つ目、4つ目は区分所有者全員の承諾があれば集会を開かずに書面だったり電子的な方法、例えばインターネットであったりメールだったり、まあ、そういったもので決議することができますよっていう話です。これはもうみんなが OK しているのであれば、もう集会みんな集まらずに書面で投票したりとか、ネットとかで投票したりとか、メールとかで投票したりとか、まあ、そういったことが可能ですよっていう話ですね。これ集会開くとなるとみんな集めなければいけないわけじゃないですか。そうするとやはり仕事があったりとかいろんな用事があると、これ集会出席できないっていうこともありますので、そういった場合はもう全員の承諾があるのであれば、もう集会を開かずに書面で投票したりネットとかで投票することができるよってことですね。例えば書面で投票するってなってくると、例えばポストの一つを管理人用のポストにしておいて、そこに皆さん集会の決議に賛成か反対か書面入れてってくださいねみたいな感じでやれば、書面で決議することって可能ですよね。まあ、そういった意味です。で、5番目、集会の決議は包括承継人だったり特定承継人だったり占有者にも効力が及びますよっていう話です。包括承継人っていうのはまあ相続人ですね。区分所有者の相続人、特定承継人っていうのは、まあ、特定の区分所有者からマンションを購入した人っ
で、占有者っていうのはここでお伝えしているように賃借人とかですね、まあ、こういった人にも効力は及びますよっていう話です。まあ、これ考えてみたら当然なんですけども、例えばマンションの規約の変更があって、もともとはペット OK だったんだけども、ペット禁止になりましたというふうな規約の変更があったと仮定します。ペット禁止です。で、その時の区分所有者っていうのは、まあ、皆さんこういう集会で決議しているわけだから、もちろん効力を及びますよね。この区分所有者の人たちはペット禁止を守らなければいけない。で、それ以外にもその区分所有者が亡くなって次相続人になった人、まあ、新たな所有者ですよね。その人もペット禁止守らなければいけませんよ。またその区分所有者からマンションを買った人、実際に集会決議に参加した区分所有者からマンション一室を購入した買い主、この人も実際その規約の変更の集会の決議、もちろんこれ出てないわけですよね。後で買ってるわけだから、その人も規約の変更を守らなければいけませんよ。ペット禁止守らなければいけませんよっていう話ですね。で、賃借人も同じです。賃借人も集会の決議出ていなかったとしてもペット禁止のルールを守らなければいけませんよっていう話ですね。まあ、これは当然の内容だと思います。まあ、今回 1,2,3,4,5 5つですね、解説いたしました。すべて重要なんで何度か復習していただいて、すべて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。